はい。どうも皆さん、こんにちは。パーニーチキー、新語キでございます。ただいまですね。7月28日、地獄はただいま、16時3分回っております。お久しぶりですね。開封動画となっております。今回はですね、またまたですね、廃慮品のものですね、今回は紹介していきたいと思っております。 えー、今回ですね紹介するやつはですね2015年6月から、はい、発売開始されて、えー、先月ですね、えー、22年の3月付で、はい、配版となりました旭山動物園号の方を ですね、今回はですね、開封していきたいと思っておりますので、本日も最後までよろしくお願いいたします。そうですね、えー、動画の終わりらへんにですね、えー、ゴールデンウィークのですね、えー、動画の投稿に,投稿に関しましてですね、えー、ご報告もありますので、えー、そちらも合わせてご覧くださいますようよろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、今回は朝日山動物園号をですね、紹介するわけでございますけども、えー、つい最近出ましたね、 つい最近出ました。2022年版のですね、えー、プタノミカプラレールカタログですね、えー、見ますとですね、えー、まあ見、まあ、見事に消えておりますけども、えー、こちらのですね、2021年から22年にかけてのですね、えー、カタログの方はですね、S の13、朝日山動物園号として発売をされておりました。えー、今回のですね、その廃盤理由はですね、えー、今年のですね、えー、 いつだっけなもう、もう、販売されてるのかなえー、S の13のですね、置き換えとなりましてですね、ミッキーマウスポッポー機関車というですね、えー、プラルール日本に、えー、あの、世代交代となっております。S の13が朝日の動物園後から、えー、ミッキーマウスポッポー機関車というですね、いうに変わっておりまして、荷物の、荷物やで,ですね、別に止めのね、ですね、搭載が可能というわけですね。で、これ、なかなか面白いことにですねこ、このミッキーマウスポッポー機関車ですね、 これ、要はですね、あれですよ、あれなんですよね、この、なんか別のトミカで,ですね、要はあの、積載して、えー、北部っていうわけですね。まあ、GMOT の有害者ですかね、有害者の、えー、クリアカラーのですね、まあ、カカートリンとですね、あの、認識していただきたいのはそれでございます。 なかなかと喋っておりますけども、えー、ではですね、えー、これはキハ1%にいいのかな扱いはね。JL 北海道主流のキハ183のですね、旭、え、山、ー、動物園号の方をです、ね、開けていきたいと思います。はい。ものはこちらでございます。旭、え、山、ー、動物園号はですね、9メカが2回更新と、えー、新メカが1回更新で今回廃盤となっております。まあ、なかなか長かった、長かった販売期間だと思います。まあ、早速開けていきたいと思います。はい。 では、まず、先頭えー、あ、じゃあ、交尾車両からですね、まずは見ていきましょう。はい。はい、こちらがですね、交尾車両になっております。かっこいいですね。こうで、ここのですね、ヘ,ッヘトマークティーのこの浅田ヒアンは動物援護とか書いてますね。いや、なかなかかっこいいですね、これね。で、この浅田ヒアンは動物援護、えー、五冠の、え、なんだこれ。銀世界号って書いてますね。で、一パー三の四台風四となっております。こちらもですね、 極寒の銀世界、キハイ1%パーの4。要は多分、こちらの車両、キハイ1%パーの4は、まあ、冬を意識した、まあ、車両なのかなと思われますね。はい。いや、あのか、かっこいいな。ええー。まあ、これは、一応こういう車両ですね。はい。はい。中間車両となりますね。中間車両、キハ1パー2の48ですね。はい、こちらございます。またなんかね、 柄がなんか、朝日屋ブ動物園ごとはやっぱね、あの、一両一両やっぱ柄が違いますからね、なかなかこれ面白いんですよね。はい、これはですね、鳥たちの大空,大空号ですね、気配、パー2の48ですね。これは、え、まあ、鳥をイメージした、まあ、鳥、主に鳥をですね、まあ、やってる感じですね。はい。車体という全部、なんともないですね。傷も汚れもないですし、はい。 まあ、あキハなんでね、パンダギョがないのは当たり前ですけどね。はい。はい。で、メインドインがベトナムですね。はい。いやー、かっこいいな。うん。で、さえー、一番先頭ですね、一番前のところでございます。えー、キハパー三のハイフン三ですね。はい。いやー、これは草原のサバンナ号ですね。おー、なるほど、なるほど。麒麟と、 んシマウマとなんだこれは鹿かなんかと象ですね。あかなかなか面白い。あ、あ前面には、あの、キリンが描かれているっていうわけですね。はあ。で、キハイッパーさんのイフンさんですね。前目と、これ、すごいっすね。えー、シロクマ白熊、白熊と、えー、キリンですね。なかなかこれ、変わってるな。えー、えー、上はこんな感じになっております。へえかっこいいな。 これてで集めてみようかな、9メートルのあれも、ちょっと、更新、未更新の前と。で、これ、一番面白いのがこ、これ、あれですね、中間なのに先頭と同じ長さなんですよ、これね、なかなかこれ、変わってますよね、これね。えー、本当は箱付け買,買おうと思ってたんですけど、いや、なかなかですね、箱付きは全然出なくてですね、あの、販売当初の時にですね、買おうと思えばよかったんですけどね。 なかなか買えなかった段で知念てましたけども、まあ今回はですね、安く買えたので、えー、満足しております。まあではですね、まあ一応中古品なので、のであの動くかどうかだけでも確認だけはして,しておこうかなと思います。はい、新メ脈なので、えー、電池はここからですね。一番怖いのは、 えー、電池が入っていることがですね。あの、前の動画でですね、で、なぜ電池が入ったら危ない行為なのかっていう、あのー、あ、ありましたのでですね。あ、入ってなかった。入ってなかったけど、ああ駅漏れしてるこれ。あ、宮川、駅漏れはちょっと見えますね。あこれはきついな。 あの、なんでこのね、まあ、電池が入ってたら危ないのかっていうとですね、あの、さっき、まあ、あの、液漏れが一番怖くてですね、あの、液が漏れますとですね、その、接触する部分がですね、あの、なんて言うんですかね、その、接触が悪くなってですね、電池が、あの、接触が悪くなってですね、動かない場合があるんですよね、これは。はい。いやー、恐ろしいなぁ。まさかの、えー、ちょっと待ってくださいね。まあ、ああの、 ちょっとです、ね、おまあ、一応応急処置だけでもしとこうかなと思いますので、ちょっと駅盛りのですね、これが、この白い部分が全部いきなりなんですよね、これがね。いやー、恐ろしいね。これ、目に入っても危ないんで、これね。いやー、恐ろしいなーあっ、やっちゃった。いやー、恐ろしいなー そんな、そんなことが、あっていいのかねちょっと怖いなぁ。えー、怖いですね。あー、なんだこれは、ここまで来れじゃないかこれ。えぇ、ー、そんな、どういう遊び方したこんな。えぇ、ー、やばいっすよこれ。 これは怖いですねほんとまあできる限りのね応急処置ぐらいはしとかないといけないのであれなんですけどもいやーマジかこんなになってると思ってなかったな なんだ、ここ、ここの隙間まで漏れてるってなかなかないですからね。ある意味、僕、尊敬しますよ、その人に僕は。うわあ新芽からね、もったいないな、こりゃ。液漏れが一番きついんですよね、これ、ほんと。 まあ一応応急処置ぐらいはしておかないといけないのであれなんですけどもまあできる限りのことは一応僕はしときましたので、はい、ちょっと水あれですかねあのここにですねこの白こう見えますかこの白いやつが全部これ液のあれなんですねこれね液か多分何かの何かしらの汚れやつこれはいやーここまで漏れてると思ってなかったなあの電池の入れっぱなしは本当怖いですからねこれは いやー恐ろしいなぁでこのバネのとこまでね漏れているのがちょっと怖いですよねこれねいやー恐ろしいなこりゃ、まあとでこれは手,手洗,洗っとかないといけないんでこれは危ないんでこれはほんとまあ一応応急処置的なものは一応しときましたのでさ で、一応電池が動くかどうかなんですけども、えー、プラスとマイナスの方向を間違えないように入れましょう。えー、こっちですね。はい。で、新名からだから多分動くと思うんですよね。はい。あ、あ,あ動きました動動。動きました。動きました。えー、で、これ、あの、2スピード段階なので、確か、えー、オン、えー、オフ、オン、ハイがあります。あるので、えー、これは今、オンの状態ですね。で、これ、ハイにしますと、 わかりますよこの音の違いさが,が。もう一回にしますね。これが今オンです。で、これが今からハイにします。少しだけ音の違いが分かりますでしょうかハイにするとですね、あの、何て言うんだろう。モーターの速さが速くなり、ま、周りが速くなりまして、スピードがもっと速くなるっていう感じですね。まあ、俗に言う、ま、加速するっていうことですね。はい。 ニュートラルから IP の方に変わるっていうわけですねはいいやいやまあこういう感じで動くっていうわけですねいやーでも液漏れかちょっと怖いないや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 まあ動くだけっていうも素晴らしいいから別にいいんですけどね別に僕そんなあら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 ちょっと待って待って <laughs> これは困りましたねこれほんと いや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 、これはダメだ。いや、恐ろしいな。いや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 。あちなみにこれは900円しました。えー、ほん本当の正規の価格では2500円ですね。いや、まあ、なかなか、あのー、ね、もし売,る売,る売りをですね、考えている方はですね、まあ、駅盛りとか駅あの電池のですね。 あれは入って、その電池が入ってないことを確認して、えー、売るようにしましょう。あの、本当に危ないです。上に入ったら本当に怖いです、これ。で、つなげると、こういう感じになります。かっこいいですね。<laughs> というわけで,ですね、今回はですね、えー、JR 北海道所有で,ですね、キハイ1%旭山動物園号の新マカハイマー品の方をですね、今回は紹介してきました。 いや、本当ですね。まあ、一言で言うのは、本当、一両一両ですね。あの、なんだろう、そういうですね、景色をですね、楽しめ。まあ、多分、車内も多分違うんじゃないかなと思う、思うんですけどね。あ、すみまん、ちょっと、あまりリサーチ不足な、あれなんですけども。まあ、一両一両、その車内の中とかですね、やっぱ、その外装が全部違うってなかなか面白いですからね。本当。いやー、素晴らしいなー。もう、本当、こう、一両一両ですね。本当。違うっていうのは、本当。素晴らしいですね。本当。はい。 というわけで、今回はですね、JL 北海道キハ一パーさんのですね。朝日は動物園語でした、えー。話は変わりますけども、えー、ゴールデンウィークのですね、動画投稿について,でついてのご案内ですね。ただいまですね、えー、実際のは今、ゴールデンウィーク中となって、早めのですね、ゴールデンウィークを楽しんでおりますけども。 えー、ゴールデンウィーク期間中はです、ねえー、主に全、ね、面展望のです、ね、動画とか長編動画の方を出していきたいと思っております。た、え、ぶ、ー、プレミアム公開もいたしますので、えー、そちらもどうぞ合わせてご覧ください。えーでえー、ゴールデンウィーク期間中は、まあ、有田統一1号の放送でも撮りに行こうかなと思っておりますので。はいで まあ、なかなかね、充実した、充実していけるようなですね、ゴールデンウィークとなって、なりたい、していきたいと思いますのでですね、皆様ですね、ご声援のほどよろしくお願いいたします。えなかなか、えー、久しぶりのですね、えー、えこういうの動画になっておりますけども、えー、まだ、え聴あの、視聴者さんもですね、増えておりまして、 ひ、あのーまあまあ、一言で言うのは滑、ま、舌、あ、が悪いというわけでございますけども、えーまあ、お楽しみにしくださったら幸いでございます。えー、それではまた,です、ね、また次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう、さよなら。バイバイ。